い、こんにちは。こんにちは。本日は、はい、せんべい機でございます。今流行りのね。はい、今流行りので、昔々ですね、はい、釣ってきた、取ってきたカニを、うん、プレス、ね、はい、したことがあると思うんですけど、うん、今回は、はい、マスヨネさんのズワイ、ズワイですね。ズワイをもう半分になっちゃってますけど、はい、これをせんべいにしてみてはどうかと。高級せんべいですね。超うまそう。そう、北海道とかでありそう、あるんじゃないですかね。出されるということで、まずカニを、はい、畑くんは知ってる早剥きのやり方。食べるとは早かよ。食べるのは早い。剥くのはね。あ、オフ。爪もプレスする？爪いけるかな。いいかな。でもあのカニ丸ごといけたけどね。そうね、この爪いこう。じゃあ爪とここら辺の足、うん、とりあえずじゃあほぐす。うん、全部ほぐすか。畳みはほぐそうかね。はい、はい、よしよし、はい、で、これは、木村大先生が言うには、この筋をまず抜くと、うん、して、パッキンする、うん、そうすれば、はい、外れやすいと、スススースーと、カニ、カニ玉が詰まっとるね。合ってますよ。うん、おいしそう。味噌もあった。うん、味噌も入れよう、混ぜよう、うん、混ぜよう、混ぜよう。あ、ここら辺身出すの大変やから、まんま行こうか。グリッとね。これとこれで、もう吸い尽くされとった。いや、わからん。どっか取られとったかな、これ。そう、取ろうよ。デロリアン。デロリアン。よし。はい。いい。綺麗に取れるね。うん。カニ釜ぐらい綺麗かね。本当に。本当。上手か。スマット。タコせんべいっていくらなのかな、あれ。タコじゃない？いやあ、やられたー。タコせんべいっていくら、いくらかなーって言うけど。じゃあ、ハマッチ。ハマッチ。タコじゃない。いや、ハマッチじゃない。ハマッチじゃない。タコして。確かに、でもどんぐらいになるんだろう、これするってしたら。これ高いよ。うん。タコで1000円とか1200円ぐらいじゃないの？くらいですかね。でもタコで1000円って安くないですか。あ、ちっちゃいもん。うん、タコがちっちゃいけん、あとも伸びるけんね、ビヤッと、ビヤッとね。で、こちらは殻ごといってみようかな、はいはい、前回は殻ごともいけたん で、うん、でこっちはそのね、食感を大事にするために、うん、もしかしたら殻ごといく方が味が濃いかもしれんけん、殻、うん、も食べるってこと。うん、いや、紅茶さんならいけますよ。うん、いけるよ。いけますって、でも味が濃いかもね、ほんとに。こっちさん、だってこの間、殻の方ばっかり食い言ったじゃないですか。食ったことないよ。間違えて。はい、よし、はい、拳終わりました。はい、はい、あとはせんべいの、うん、あれか、はい、はい、はい、できました。はい、じゃあ現場に向かいたいと思います。はい、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 じゃあやっていきますか。開けちゃっていいのかな、はい、もうパカリー、はい、わお、いい感じ。どっちからいきます。こっち、身から。そうね、身からいこうか。はい、最初汁するんだっけ。うん、物を最初に焼くんじゃなかったっけ。物も焼く、物から焼く。どうだったっけな、タコ、タコをそのまま焼かんやったっけ。チュチュチュ、いや、わからんな、うん、どっちでもまあ多分大丈夫よ。どうぞー、はい、これぐらいかな、はい、で、はい、いきますよ。はい、高級せんべい、やっぱあとスプーンを持ってくれるのかな。味噌まで入って、こりゃうまそう。こりゃ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 、カリうまそうですよ。からからがいてうまそうですよ。はい、はい、で締めていいですか。はい、よろしくお願いします。飛び散らんといいけどな、うん、ゆっくりいったら大丈夫と思う。そういうことか。うん、新聞は結構あるけど、そうですね、気をつけて飛ぶよね。
水蒸気爆発が起きるけどね。うわカニ。うわ本当だ。すげえ。マジで。焼きガニの匂いや。すげえいい匂い。やばすぎる。さっきはこの鳴き声がなくなったら俺やめる。静かになったらね。断末魔のね叫び声が。90秒ぐらいで歌えてやめる。おし。はい。それから開けます。はい。はい、おぉきれい綺麗赤くていい感じ。あ、取れる場合取れる取れる。ペロリ。おお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 なんか、ね、うまそう。なんか芸術的でもあるね、なんかマーブルやね。うんでもすごい綺麗ね。繊維がほら、カニの繊維。あそこ、100% カニかな、ぽいですよね。ほんとだ。カニの繊維がね、こう流れてたってやるね。ほら、これ繊維うえー、じゃあそれ先に食べてみる。あ、食べてみる、うん、先にカニ100やる。いただきます。この辺からこの辺からカニ100に。カニ100、カニ100でいただきます。100みたい。いただきます。あれ駄菓子になった急に安っぽくなった。なんやろ、うまいな。駄菓子になった。駄菓子になった。駄菓子菓子、うん、もちろん塩味かなんかがあれば、うん、美味しいのは美味しいけどね、うん、ただもったいなく感じた。食べた方が美味しいですねこれ。あでも噛めば噛むほど、あ、めっちゃカニの味がする、うん、っていうかカニそのものを今持ってきてくれたんだよ、うん、めっちゃうまいけど。でも俺一口目あのエビみりんかなと思った、うんうんうん、本当のあのせんべいのところは、うん、あのコンビニの、うん、エビみりんみりんすピンク色っていうかあれのずっと噛み寄ったら、うん、カニ食った後、うん、2時間後ぐらいに歯に詰まっとったカニ。なんなんセリやった今来たやろ。あ、味噌のところは、あ、味噌のところちょっと味噌の味がする。うーん、あ、でも美味しいよ、うん、噛めば噛むほどうまい、美味しい、うん、あの、カワハギロールとかの食感、うんうん、でもね、もったいなさはやっぱ、うん、うん、あるね、否めんね。まあでも美味しい、うん、となると、うん、これ美味しかったけど、こいつはもっと味濃くなるんじゃないのかなと。殻があるけどね、はい、これもカルシウムでやっぱできたと。なんだっけ、キチンキトさん。キチンキトさ ん, さん、うん、カルシウムじゃないんだ。カルシウムとかもあるんじゃないか。キチンキトさんっていうの、キチンとキチン室とキトさん。キチン室、キチン、何ですかね、綿棒かなんかにも使われてるっすね。あ、そうだよ。キチン、それと同じ。キチンかキトさんかとかどっちか忘れましたけど。だから、うん、エビカニアレルギーの人綿棒で痒くなったりしないですかね。おお、どうなんだろう、わからないですけどね、はい、はい、じゃあこれいってみますか。これやば、見てみたい。これはもう上からかけていい。じゃあ、はい、お湯に行くとかいいんじゃない。そうね、ズリズリズリってくるね。はい、いきますよ。せんべいに、なーれ魔法のもやってくれて、せんべいになーれ、萌え萌え、キュンと。いますか。はい、どうぞ。じゃあ少しずつやね。こっちに逃げてきそうやけどな、こいつ。なんか破裂しそうじゃない。あ、でも簡単に潰れた。マジで？はい。マスヨネさんやけん、あれひび入れてもらった。あー、なるほどね。うわー。いけど、いけど、いけど。めちゃめちゃ割れてくるね。でも硬いね。うわー、汁がいっぱい出よう。あれ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 。いやー。いやあるか。閉まる閉まる。じゃあもちろんもうやってみて、明治の力で。これがプレス力だ。ああ。うわあ、めっちゃいい匂い。さっきよりね、あの香ばしい匂いになってる。ああ、本当だ。殻が焼けたから。わお。おお、なんかいい音しますね。全然まだ閉まってないですね。ええー、やっぱり。何強えね。あ、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 あ
あ、ついたか。いい匂いやん。ついた。おぉ。あ、いい匂い。うん。これ、甲羅あるけど、ちょっと長めでいいかもしれないですね。はい、行きまーす。はい。さあ、だいぶ締めたけんね。よし。民会場。国門橋。海外門。あれ？綺麗。綺麗。なんかカニの形ね。こう。カニの形。ここ爪ね。これ足、ね、スマスか。うわ、しっかり殻のとこ残っとんね。ね。おっしゃー。ナイス。ナイス。はい。はい。ほんとなんかカニパンみたいな感じで形もカニね食えるのかな焼いても殻は殻よね、まあ、食えねえのかなあでもなんかちぎれるよほら、うん、じゃあ俺爪んとこもはい熱足俺爪いただきますかっこいい殻食ってるみたいな辛くってるやろだって辛くってるこれ美味しくないこれはねほぐさんといかでもね美味しく食べれる殻を粉砕したら使えるかもねうんそうですね粉状にしたらねふりかけみたいにして、ね、うんそう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 はって硬い食えなくはないけど、うん、歯が弱い人はね、うん、食い切らんと思う、うん周りが、うん、香ばしさがある気がするね、うん、周りの香りがついて、うん、おいしい、さっきのとはまた違う味わいになってる、うん、これだったら本当砕いて入れたら、うん、味わいが、ね、風味がね、うん、すごいと思うやっぱでもさっきの身だけの方が美味しい食べやすい食べやすいだけだ味は本当カニなんじゃ、うんうんうん、はい、はい、ということで、ズワイガニか、うん、マスヨネさんのズワイガニをプレスしてせんべいにしてみました、はい、味は殻付きが美味しいですが、うん、食べやすいのは身だけです、うん、皆さんもぜひやってみてください、はい、よろしくお願いしますありがとうございましたご視聴ありがとうございますありがとうございます釣岡プロデュースの海鮮丼やゴルフスタジオを営業しております海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しておりますぜひお越しください高評価チャンネル登録もよろしくお願いします